パーの小アジを餌にして落とし込みします。スーパーの小アジを餌にして落とし込み、よいしょ、投入。さあ何が来るのか。おー、仕切れた。おー、ハタだ。おー、もうハタ。でっけー。やっぱりね、アジの一匹掛けはね、食うよ。おー、またできたカサゴ。落とし込みすげーな、やっぱり。落とし込みで大もうはった。水圧障害だいぶ取れたね。あと一発でかいのがドカンと。やっぱり大きい餌には大きいの来ますね。デメキンカサゴ、だいぶ水圧障害取れたんで放流します。はい、バイバイ。潜れ。よし、行った。バイバイ。まだ生きてんぞ。久しぶりにでっかいカサゴ、しゃぶしゃぶサイズです。でっかい口。小アジを落とし込みでこの口でバクッと食っちゃったんだね。でっかいサイズだよ。しゃぶしゃぶだな。エラを取って綿を取って。しゃぶしゃぶよ、煮つけよ。皮の表面にね、硬い鱗があるんですよ。これをね、取っていかないと口に当たっちゃって。カサゴだったけどね、頭と尻尾取っちゃうと食べれる身はね、このくらいになっちゃうんですよ。うわー、うまそうだー。カサゴのシャバシャバ。ヨットで朝ごはん、昆布とだし。カサゴのしゃぶしゃぶをやります。
ストで朝飯、日の釣ったカサゴのしゃぶしゃぶで朝ごはんいただきます。ヨットハーバーで朝ごはん。おー、いい感じ。さあ、しゃぶしゃぶ。朝からでガッツリ来たね。はい、しゃぶしゃぶ。うわ、新しいからみんな丸まってきた。表面がね、うっすら白くなってきたらもう火通ってます。刺身でいけるクオリティなんで、このままいきます。ポン酢につけて、プリプリ。カサゴのしゃぶしゃぶです。いや、うまっ。まだ新しすぎるね。身がね、プリプリ、硬いぐらいにプリプリ。わかめご飯、ヨットハーバーのヨットの上で朝ごはん食べてます。カサゴのしゃぶしゃぶ、あーして、カサゴのしゃぶしゃぶ、ポン酢で、いや、新しくてさ、みんな丸まっちゃってる。見て、しゃぶしゃぶだよ。うまい。いや、ポン酢に合うね。わかめご飯でいただいてます。ヨットの上で朝ごはん。ヨットハーバーのヨットの上で朝ごはんです。マリンライフやめられませんね。自分にポン酢を混ぜて、すまし汁、これうまいんだ。